お疲れ様です。え今回はですねちょっと私も口がね回らないんですけども脊椎狭窄症についてちょっとお話ししていこうと思います、まあ、これは神経の背中側にある、まあ、黄色いですね人体みたいなところですか人体ですねこちらが分厚くなったりそれから衰退と衰退の間にある えー、水管板ですかこう、水体と水体の間の水管板ですね。こちらがヘルニアになったり、また骨そのものが変形、突出したりすることで、脊柱管が狭くなった状態のこと。これを指すんですけどもね。どんな治療法があるのかなってことなんですけども、治療は今ね、できるそうなんですよ。まあ私も実際に体験したわけじゃないので、それから知識もね、そこまで深いわけじゃないので、あの、ちょっとさらっと言う程度になるんですけども、脊椎、咲なんだ。 ま、このね、作、なんか、すごく読みにくいですね。はい、まあ、治療法なんですけども、あの、薬物療法がまず挙げられるかなと。保存療法の中で薬物療法っていうのがあるそうですね。で、痛みや炎症を抑える薬を服用することで、軽度なら、まあ、これでごまかしが効くかなってところですよね。で、それで理学療法っていうのに進んでいきます。運動療法ですか、温熱療法などを行って、痛みを緩和して、 筋力や関節の動きを改善していくっていう、まあよくあるやつですよね。それからブロック注射ですね。これも聞いたことがあるんですけども、神経の周りに局所麻酔とかステロイドを注射していくっていう形ですか。で、えっ、ー、と、遭遇療法ですね。コルセットとかサポーターを着用して、えー、腰を固定して負担を軽減するっていう形です。このあたりは、まあ、軽度な治療としてよく用いられるんじゃないかなと思います。問題は次の段階なんですよ。 手術ですよね。手術でこちらを切除するっていう方法ですね。狭くなった脊柱管を広げる手術になってきます。それから固定術っていうのがあります。背骨を固定するんですよね。ボルトを入れるんですよ。それで脊柱管の狭窄を改善する手術になってきます。これはちょっと怖いですよね。で、お金もかかるし、それから治療期間も長くなってくるんですよ。 で、どの治療法を選択するかっていうのは、まあ医師とかね、信頼できる方とよく相談しながら決める必要があるんですけども、基本的には医師に相談することになるのかなと思います。で、早期発見、もしできたらね、これ早期治療すると早く治るんですよ。で、痛いのを我慢したりとかすると、どん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 ね、悪化していきますんで、もう治療の選択肢が狭まってくるんでね、これはやばいなと思ったら、もう迷わずにすぐに最短最小で改善した方がいいと思います。まあ痛みをこらえてね、 仕事をね、してみたりとかね、何年もこらえてみたりとかっていうのはあんまりいい選択肢ではないので、もう早くね、えー、気づいたら早く治療する。そして、随分前に気づいていたんだけども、なんとなく放置してしまったって場合は、もうすぐに取りかかることが必要になってきます。後の人生がね、ものすごくね、制限されてきますんで。それからね、どんな症状が出るかっていうと、まあ当然ですけども、腰痛が出てきますよね。それから、下肢の痺れってのがあ、自覚でいるかもしれません。 それから歩歩くくと足が痺れててけなくなるっていうのね、まあ、そんんんななところまで進んでで進くるそそうなんですよそれから排尿障害ですとかその他の生活に影響があるようなところがどん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 せあの体中に広がってくるってことになりますのでちょっと怖いかなってところですよね、はい。まあ読み慣れないこれね漢字とあの言い慣れない言葉になってきますので私もねちょっと口がこんがらがってしまうんですけどもね。脊椎 作書ですかねこんな感じ私読めるけど書けないよね簡単なんですけどね。はい今回は以上のような形でございます。